満足、一本満足、龍です。さあ今日はですね、インフェルニティ完成形としてねご紹介していきたいと、思うんですが、インフェルニティデッキ、新パック登場したもうその日のうちに動画出してると思うんですけども、まあ、いろんな人がこう構築を考えていく中で結構ね今ね6、8、12軸が強いっていう、まあ、そういう定説が出来上がってきましてですね、まあ、今回その6、8、12軸のインフェルニティデッキ、まあ、OCG やってた方だったらちょっとわけわかんないと思うんですけども、あんまりやっぱその急シンクロとかをこう連打していくような出来だと思うんでね、昔はね。なんですけれども、やっぱデュエルリンクスやっぱ3枠しかないと、フィールドがね。で効率よくスキルも使っていくにはね、やっぱりね2枚でシンクロできた方がいいっていう話なんですよね。盤面がその3枠しかないっていう都合上で、やっぱりねこのデーモンと、まあ、インフェルニティビートル、これで6シンクロを作っていくっていう動きがすごい強いと。まあインフェルニティガンでこの2体を特殊召喚して、まあビナージュでもいいけど、でこの2体を特殊召喚して、4と2で6を作って、で、6とかだったら何回でも作れるんで、6と6で12作ったりとか、これね、ほんと、ガンダチのオニマルさんがめちゃくちゃ強くてですね、インフェルニティに、エース、インフェルニティデッキのリンクス版インフェルニティデッキのエースはね、オニマルさんなんですよ。これびっくりするんですけども、自分の、この進化召喚に、こいつの進化召喚に、その、シンクロモンスターだけを、素材にした場合、これマリオンマンね、シンクロモンスターのみを素材としてシンクロ召喚して、このカードが攻撃する場合、ダメージステップの間、このカードの打点が6000になるんですよ。これがねすごい強い。やっぱその一撃でワンパンで4000ライフ持ってけるんで、そうしたら、だからかなりこいつがエースですね。で動かし方は本当一番最初に動画出した動画とほとんど同じで、基本的にはそのバック除去、まあこのインフェルノ・ディ・インフェルノっていうスキルが、この自分のターンで勝って2ターン目にしか使用できないんで、だから、まあ、ターン数でいうと3ターン目か、もしくは4ターン目でしか使えないと。だから1ターン目か2ターン目はライフを削られないように、死なないように自分のライフ守んなきゃいけないですね。で結構やっぱ今流行ってるのハネクリボーとかも流行ってるんだけど、まあ、普通に僕はトラップカードでとりあえずトラップカードと大熱波、これが一番強い世の中で。大熱波が一番強い。このカードたちで、ライフ最初守ります。1枚でライフ守って、で、3ターン目か4ターン目にバック除去をぶちかました上で、ビートルとデーモンを墓地に送って、ガンかミラージュを握り、蘇生して、ソリティアしていくっていう。満足ソリティアね。まあ、動かし方は、まあ、実際のデュエルを見ていただければわかるかなと思うんですけども、順番的には、1枚目のガンで、コーラルとして、で次の、ガンかミラージュかなんかで、スタラッシュチャージオリア出して、でチャージオリアでワンドローしたカードをそのまんまコストとしてコーラで捨てて1枚破壊する。でその後に6と6で進行して、ガン決まりのエリカ様出して、でエリカ様が出す と、シンクロモンスターの横に日光開くから、うん、フィールドが。そしたらまた3枚目のガンとか、使ってブルーナク出したりとかして、でブルーナクで、ワンバウンスしてもいいし、普通にもう一回、蘇生してビートルを、ブリューナクとビートルで、ハマとか、あとこっちね、デスドラゴンとか出してもいいんですよ。だからそんな感じの動かし方になりますんで、まあちょっとね見ていただいた方がちょっと早いかなと思うので、早速ねデュエルをスタンバイしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、天井員のやばハンド、やばいこと起きた。ちょっと待って、ちょっと殺意高すぎた、ごめん。ちょっと殺意が高すぎた男、これはやばいぞ。殺意が高すぎてしまう。ちょっと待って、生きて、生きよう、生きろ、姿美しい。オッケー、それは生きるって知ってる。ブラックマジシャンは高校ワンキルはないと知ってるから。ブラックマジシャンで高校ワンキルができるのは巨大決戦ブラマジだけってね、おばあちゃんが言ってた。代々伝わってるから、それ。ブラックマジシャンは高校ワンキルはできないって、デュエルリンクス界にはね、伝わってるからね。大丈夫。で、まあ、いいじゃん、強いじゃん。で、ナビゲートセットからのインガー切断セットみたいなね、パターンでしょ。さあ、カード1枚セットしていく。で、カード1枚セットしていく。オッケー、いいだろう。1600の大ダメージを食らおう。よし。貴様に目に物を見せてくれる。俺のターン、ドロー。ほん、やるぞ。
おはようございます。おはようございます。はい、OK でーす。ナビゲートは全然 OK でーす。さあ、君に今から何が起こるか私がご覧に入れましょう。史上最強の満足ソリティアが始まりますよ。まずく一歩まずく頑張ります。カードを、発動していく。インフィニティガンの効果発動。さあここでサレンダーが入るか。分かりきはここでサレンダーする。さあインフィニティデーモンとインフィニティビートルを墓地より特殊召喚。墓所封印ないんすか。重いですね。さあインフィニティミラージュを手札に加えていく。さあそしてインフィニティミラージュを普通に召喚して、さらにレベル4のインフィニティデーモンにインフィニティミラージュをチューニング。さあまずはシンクロチューナー。新パックでこれしか当たりがないと言われた、このモンスターしか当たりがないと言われたコーラドラゴンをシンクロ召喚。さらにミラージュの効果は自身をリリースして墓地のインフィニティモンスターを2体特殊召喚。さあインフィニティデーモンとインフィニティビートル。さあ特殊召喚成功時インフィニティビートルでデーモンのモンスター効果発動。インフィニティカードを手札に加えていく。さあガンを手札に加えた。そしてさらにレベル6進行していく。さあスターダストチャージウォーリア行こう。レベル4のインフィニティデーモンにインフィニティビートルをチューニング。スターダストユース力を借りるぜ。スターダストチャージウォーリア。さあワンドローして、ワンドローしたカードをそのままシンプルに捨てていく。インコーラドラゴンの効果コスミックサイクロンを、落ちろくて、てめえのブラックマンションは破壊。さらにレベル、12進化。これ普通シンプルにロットラブって勝ちなの。これ多分ねロットラブって勝ち。カイトロイド一応入ってないと思うんですけども、一応そういうケアできるっていうところ見せていきたい。さあシンクロモンスターのみを素材として、特殊召喚したこのカードはコーラドラゴンの効果発動して、あ、危ねえ。あ、大丈夫、大丈夫か。今の、あの、ワンドドローしてよかった。大丈夫か。そして、カード1枚セットしてからのインフィニティガンの効果。さあ、満足ソリティアをゴリゴリ回していく。さあ、満足ソリティア止まりません。止まりません、満足ソリティア。さあ、そしてインフィニティデーモンのモンスター効果。インフィニティミラージュを手札に加え、手札に加える必要はあんまりなかったか。あ、な、あるわ。で、これで、ブリューナグを特殊召喚していく。満足。一歩満足。強すぎません？強すぎなんですけど、このデッキ。やばくないですか？これ満足すぎないですか？これ。あまりにも満足。さあ、インフィニティガン、効果。インフィニティガンの効果によって、墓地よりさらにインフィニティビートルを特殊召喚。さあ、そしてここで出すのはなんと、インフィニティ、デスデドラゴンとかいうカードではなく、なんと、全然関係ない、B フォース、コーマ級の花をシンクロ召喚していく。さあこれによってクリボールが1枚では耐えられない。対戦ありがとうございました。圧倒的満足ワンキル。さあお相手方海馬社長よろしくお願いします。ウェル3倍。まあ反応はそこそこいいですね。これまあ肉声しちゃってもいい感じするんで、まあ、トラップ2枚あればなんとかなるかなと思うんですけども、あのね、今一応ね、結構ね、流行ってるのは羽クリボ入ってるやつね。羽クリボ入ってるのは、まあ、モロパクリになるから、羽クリボ入ってると。ちょっとあれだけど、あの、羽クリボ入ってるのは結構ね、やっぱね、1枚で、相手からの猛攻、まあ、ブラックフェザーとかの猛攻耐えれるんで、結構強いですね。非常に強い、あれは。さあ、海馬社長は、乙女か。はいはいはい、オッケーオッケー。オッケーオッケー。まあ、青眼の圧倒的にも、あー、強いすぎた、やばい。強すぎたまいそう。これは、まあでも、コスミックサイクロンとか、サンダーブレイクでも、まあ、デモンズシーンある。ですね、これどうしようかな。2伏せんのかな ?2 伏せんのでいいんで、ちょっとね、ハンドのね、枚数をね、少しね、気にしないといけないんですよね。デーモンとビートルを落とさないといけないんで、ちょっと若干のその、気を使う必要はあるんだけど、なんだろうな、サンダーブレイクなんか感じないかな、これ。多分だけど。サンダーブレイクだったら、まあ、1枚ぐらいは別に剥がしてもいいですね。で、1枚で、このトラップカード1枚で、その猛攻、ライフを守ればいいから。基本的に。死ななければ勝てるっていうデッキなんで。さあ、カード1枚。ああ、乙女を召喚していく。乙女召喚 OK。乙女召喚は全然 OK。で、青姫の行こう。はあ、はあ。青姫の行こう。で、青眼、白きれいりを捨てて、対象それ。対象それか。対象それ
対象取られたら請願出てくるやつな、対象取られたら請願出てくるやつ、それ止めちゃえばいいんじゃないかな、それ止めちゃえばいいんじゃないかな、これでデモンズチェーン打って、無効になっていく、デモンズチェーンで青き目の乙女無効になっていく、でこれで請願を出すことができない、ビリ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 、はいはい、OK、 いいね、いいんじゃない、さあ請願出せるの、請願出せるんでしょうか、さあカード1枚セットしていく、さあ守備表示になった、いいねいいねいいじゃん、会話そんな甘えた展開で私に勝てると思っているんですか、ノドリオさん、やってしおしまいなさい、局所的ハリケーンの効果を発動、おはようございまーすおはようございまーす、そしてスキルを発動、インフェルニティインフェルノ、いらねえカードを2枚墓地のくって、ビートルデーモンも墓地のくる、そしてカードを1枚セットし、インフェルニティミラージュを攻撃強制召喚、インフェルニティミラージュのモンスター効果発動、自身をリリースし墓地のインフェルニティモンスター2体を特殊召喚、そしてインフェルニティデーモンが特殊召喚に成功した場合のモンスター効果発動、インフェルニティカードをデッキから手札に加えていく、さあインフェルニティガンを手札に加えた、さあガンをガンガン使っていきますよ、ガンガン行こうぜ、さあまずは、レベル4のインフェルニティデーモンにインフェルニティビートルをチューニングしていく、さあ挨拶代わりのコーラルドラゴンを新境召喚、さらにインフェルニティガンも効果発動、インフェルニティガンの方がリリースして、墓地残ることによってデーモンとビートルを特殊召喚、さっき見た動き、さあさっき見た、この動きさっき見た、さあデーモンのモンスター効果発動、デーモンのモンスター効果によってインフェルニティガンを手札に加えていく、これで、次手札に加えられないっていうのは覚えておこう、そして、レベルの、合計を6になるように進化召喚していく、さあスターダストチャージウォーリアで挨拶代わりのワンドロー、さあスターダストチャージウォーリアのモンスター効果を発動していく、スターダストチャージウォーリアは進化召喚に成功した場合ワンドローしていく、さあ引いたカードをシンプルにそのまま捨てていく、シンプルに捨てていく、これでカイトロイドとか入ってないと思うけど一応ケアをしていこう、まずは12シンクロ、さあここで6000オニマル、ガンギマリのブラックフェザー、アサルトブラックフェザー、ガンギマリのオニマルを新居召喚し、コラドラゴンの効果発動しない、そしてインフェルティーガンの効果発動、さあ何回目だ、何回目かはちょっと覚えてない、さあこれでインフェルティーデーモンとインフェルティーベイトルを特殊召喚していく、さあサレンダーしてもいいですよサレンダーしない、全部見てくれるんですね、自分の自分いいんすか、全部見てくれるんですね、マジありがたいんですけど、ガチクソありがてえ、それこのソリティア全部見てくれる人あんまいないからね、今もう分かり手は全員サレンダーされますから、もうインフィニティが発動にサレンダーされますから、いやそれありがてえわー、一応なんですけどもクリボールケアしときましょうか、さあインフィニティミラージュを墓地のクリ、インフィニティガンの効果と、さあビートルを墓地より特殊召喚していく、さあこれによってなんとインフェルニティデーモンでもなんでもねえモンスターが、インフェルニティでもなんでもねえモンスター出てきます、さあコマキの浜、お前誰やねんシンクロモンスター、 B フォース、コマキの浜をシンクロ召喚、このモンスターは今2回攻撃できちゃいます、対戦、あクリーボールですか、ボールですか、ボール投げてください、ボール、あそれかーい、そっちかーいそっちかーい、さあお相手の方、闇マリック選手をよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ闇のゲーム発動していく。闇のゲームちょっとめんどくさい。闇のゲームは死にそうになるんだよな。そのワンキルが止められた時に、ほんと死にそうになるんですよ。すごい墓地超えるんで、このデッキ。なるほど。これ肉捨てしていいですね。肉捨てしていい。で、ターン終了。これ伏せる枚数、ほんと結構に注意してくださいね。先行だったら1枚。基本的にはデーモンとビートルが落とせるんだったらいいんですけど、ビートルがデーモン引いてるんだったら別に伏せしてもいいかもしれないですけど、開始で、まあ、基本的にはやっぱ局所と合わせて手札やっぱ確保したいんだよね、はいはいはい、なるほど、いいんすか、いいんすか、なんかいいやんか、そんななんか甘えた展開してていいんすか、まあ、とりあえずですね、まあ、こことですね、これとですね、ちょっと待ってくださいね、1枚でコズミックサイクルは、コズミックサイクル邪魔だな、でもコズミックサイクルの邪魔感あるな、コズミックサイクルの邪魔感あるけど、これ自分で打つか、もうだからコズミックサイクルの自分で打つっていうパターンだよこれね、だからこうして手札を調整していくっていう、強引にね、あまりにも強引なあまりにも強引な、なんか光ったな、なんか光ったんだよ、インフェルニティミラージュを召喚していく、さあインフェルニティミラージュの効果を発動で、これでデーモンとビートルを特殊召喚、
さあデーモン特殊召喚、ビートル特殊召喚、デーモン効果発動。さあこれによってインフェルディガンをもちろん手札に加えていく。さあ満足していこう。セットして、そしてレベル4のインフェルティビートルに、レベル2、あ間違えた、レベル4のインフェルティデーモンにレベル2インフェルティビートルをチューニング。さあまずはコーラルドラゴンを挨拶代わりに出していく。さあそしてインフェルティガンの効果を発動。インフェルディガンの何、トイ君バカ、ま、もう一枚あるんですけどね。インフェルディガンの効果発動。やばいこと起きてる。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいこと起きてる。え、待って、やばいこと起きてる。え、これ何、これ、やばいこと起きてるよこれ。あ、やばいことが起きてる、やばいことが起きてる。あれれれれれ、あれれあれれ、おかしいぞな、どうしてだあれおかしいぞ、なんだ台風で強すぎだろ、あのカード召喚マジで何が出てるのこれ。台風までちょっとあのあれですよね、あの旋風とか魔導陣結構流行って、うわ最悪や、うわー、デーモン除外はねやっちゃいけないんだよ。デーモン除外はねやっちゃいけない。デーモン除外はマジでやっちゃいけない。そのインフェルニティデッキ使いに、うわ、それはもう止めるしかないよねこれ。もうねこれ出てきて止められないんだっけこれ、あれこれタイミング見せたか俺。ウィンダー効果はいいわ、ウィンダー効果はいい、ウィンダー効果はいい、ウィンダー効果はいいそれいいわ。え、これ止められんだっけ攻撃、あ、そっちのパターンね、はい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 、そっちのパターン、あ、そっちのパターンやばいな、そっちのパターンはシンプルにやばい。ドテメキサイクロン来た、コーラルドラゴン、ちょっとやばい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 、まあ、これは破壊するよね、これはシンプルに破壊していく。イルカが、イルカが効果では破壊されないので、で召喚師アレイスさんがいる、ちょ闇のゲームを発動されていく。さあ残り、やばいやばいやばい、ちょっと闇のゲームで死んじゃう、闇のゲームで死ぬ、このまんまだと闇のゲームで死ぬ。召喚師アレイスさんを召喚していく、召喚師アレイスさんのモンスター効果を止めていく。さあここで一回魂のデモンチェイ打って、召喚魔術のサーチは止めよう。オッケー、これで闇のゲーム、400でしょ、で俺が、1400、これは一回使わずに普通にバトルしていいな。1400、1100、1400、1100、400、俺の、600、1200、まあ同じぐらいか。これ意外とさ、これさワンチャン粘ったら、うわ、うっとうしいカード入ってんな、うっどうしいカード入ってんのお前、やばい、ちょっと無限にあの2800の壁突破できんかもしんない。やばい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 、もう分かったわ、分かった、俺ひらめいたわ。ちょ、お前の力で俺知らないよ、ちょ、あなたの、あなたの、あなたのその攻撃では私知りませんから。対戦ありがとうございました。ワンキル、わざと負けるような真似はしない、いやできないんだ。